11月になりました。心安らぐ紅葉の景色、一足早くこの風景を楽しんでみませんか。今日はボイスの最年長カメラマン、71歳の浦中カメラマンがご紹介します。高野山に住んで40年になるカメラマンの浦中です。今日は高野山のきれいな景色を紹介します。真言宗の総本山金剛峯寺、ここは今からが見ごろ、ちょうど色づき始めました。全部で100以上の寺院が立ち並ぶ高野山。ゆったりと歩きながら、荘厳な歴史と自然を楽しんでください。鮮やかな赤があるから、綺麗かなと思って。期待してたけど、すごく良かった。綺麗ですか？綺麗だった。こんにちは。こんにちは。今年の紅葉、これ何日ぐらい前から色づき出したの？そうですね、もう赤くなったのは、この5日間ぐらい前ぐらいからですかね。綺麗になりました。何気ない街中にも紅葉がたくさん。天空の都市とも言われる高野山。この季節、街全体が赤や黄色に染まります。民家とかがすぐそばにある中で、こうしてまあ自然が、そういう紅葉が見れるっていうのは、もうこの町独特の素晴らしいものではないかなと思います。奥の院へと続く参道もおすすめ。樹齢数百年を超える圧巻の杉の大木、秋の森林浴も格別ですよ。少し視線を向ければ、ここからも紅葉が。1200年の歴史が息づく町、ぜひ訪れてください。